ヘーマーは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルキッシャー軍に属す、中規模軍所属市である。この町は、ザウアーラント北部に位置している。この町は1072年に、派手マレとして、初めて文献に記録されている。アムトヘーマーの解説により、この地域の市町村は1841年に、政治的に統合された。 自治体としてのヘイマーは、オーバーヘイマーと、ニーダーヘイマーが合併して1910年4月1日に合併して成立し、1936年に都市圏を得た。ヘイマーは、1975年の自治体再編以降、それまで独立した町村であったベッケ、ダイリングホーフェン、フレンスベルク、イーメルトを併合し、現在の形となった。これと同時に、アムトは廃止された。 ヘーマーはユニークなジオトープフェルゼンメアで全国的に知られており、そのためフェルゼンメアシュタットのニックネームを持つ。市の経済は工業が中心で、特に金属化工業と製紙業が歴史的に発展した。2010年にキューブ・ルヒャー兵舎の跡地でノルトベスト・ファーレンシューテン州庭園博が開催され、100万人以上が訪れた。ヘーマーは ザウアーランタ北西部の広大な森によって形成された中低山地の地形にあり、この中びく山地の入り口の北に位置する。市は北のルールタール、南のレネタール、東のイーザーローンの間に位置する。市域はラインルール大都市圏の南東端を形成しており、北西のドルトムーンと北のハム、西のハーゲンといった大都市の近隣にあたる。この他の大きな都市として、 東にアルンスベルク、南に、リューデンシャイトがある。ヘーマーは、メルキッシャーザウアーラントの一部である。市内の最高地点は、地域の南部、バルベトの市境にある、最高地点546メートルのイーザーローナー高地である。この他市内にある山は、北部に、ベムベルクとアーゼンベルク、内市外に、ユーベルク、南に、 イーザーローナー高地に連なるホーホギーベルトローベルクが特筆すべきものである。ヘーマーの居住地の中心は市の全域を流れ、内市街ではヘーマーバッハと呼ばれているエーゼ川の谷である。エーゼ川は南に位置する隣町のエンラーデでゲルメック川として湧き出し、シュテファノペーラータール、ズントビヒ、ヘーマー、ベッケと流れおり、メンデンでヘネ川に注いでいる。また、 イーメルター・アバッハは、市の南西部を流れ、オーバーヘーマーで、エーゼ川に交流する。アバ・バッハ川は、タンネコプフの西から流出し、ルール川に注いでいる。ヘーマーは、ラインシーファー山地の北端に位置している。地質学上は、デボン紀の年番岩と石灰岩で形成されている。氷土に近い石灰岩は、ベッケの採石場で採掘されている。地質学上重要なのは、 特に、ズントビヒとダイリングホーフェンとの間の地域である。第三期に形成されたブナの森で覆われたフェルゼンメイヤの地形は表面に多くの割れ目を有している。フェルゼンメイヤは自然保護の対象となっている。千年期にはすでにベストファーレンサイコのこの鉱山地域では含む鉄砂岩が採掘されていた。NRW 地質学サービスはドイツで類例のない。 このジオトープに重要地質学文化財の称号を送った。フェルゼンメアのすぐ隣に位置するペリック洞窟群には、無数の洞窟や昔の鉱山作業で作られた縦穴が存在している。最大の洞窟は15世紀にはすでに発見されていたため、アルテヘイレという名前である。この洞窟は何、世紀もの間に、例えばハイキングの目的地や防空壕など、 様々な用途に利用された。この洞窟は今日ではかなり大きな損傷を負っている。1952年にこの洞窟への立ち入りが禁止された。小乳洞のハインリヒス洞窟は18世紀になって発見され、1904年5月22日から観光洞窟となっている。地域の南北の最大幅は約1 1 3トル 東西のそれは8 1トルである。北部はガックベルクを中心に森の豊かな高地であるメンデナー丘陵が広がっている。この丘陵地はエーゼ川の谷とイーザーローンの石灰盆地により高度1 6 0ルまで急激に落ち込んでいる。ヘーマーの最低地点はエーデルブルクの近くである。この地域は人口密度が高く比較的森が乏しい。一方、 イーメルト川とステファノペール川の二つの谷を除く南部全域は人がまばらな森林地域である。山頂は高度約550メートルに達し、大部分がイーザーローナー兵への一部としてザウアーラントロタール山地自然公園及びメルキシャー郡警官保護区に属す。2015年12月31日現在、地域の55.5%が森林。 21.6%が農業用地である。住宅、交通用地は21.5%である。ヘイマーは、西は、イーザーローン、北は、メンデン、東は、バルベ、南はノイエンラーで及びアルテナと境を接している。これらの市はいずれもメルキシャー軍に属す。ヘイマーは、イーザーローン、メンデン、バルベと、経済的、政治的共同作業を改善するための、 都市ネットワークを形成している。これら4都市は、ノルトクライス経済イニシアティブに参加している。公的には、ヘイマーは、オートスタイルで構成されているわけではない。しかし、旧町村や、小さな集落も、独自のアイデンティティを有している。ヘイマーのシクズヘッピング前の東側の森は、1975年までは、アムトガルビのガルベックの一部であり、これ以後は、 平和足の一部となっている。本市は温帯に位置している。高原性の気候は大西洋が形成している。7月が平均気温摂氏18.3度で最も暖かく、平均気温摂氏2.8度の1月が最も寒い。年間の平均気温は摂氏10.2度である。平均年間降水量は1 0 9 9ト、mm、ルである。 7月の平均降水量が108.7ミ、mm、リメートルと最も多い。2006年夏は観測記録が始まって以来の極端な天候であった。初夏に気温の記録が更新された後、7月に約250年代最悪の洪水が起こった。比較的平らな石灰盆地に位置する別ケ地区は特に甚大な被害を受けた。ニーダーヘーマーは 1980年代まで頻繁に洪水に襲われていたが、そのために洪水対策がエーゼ川に施されていた。2007年1月には暴風雨キリルによってヘイマーは大きな被害を受けた。地域内で延べ約40万立方メートルに及ぶ木材が損傷し、いくつかの集落は何時間もの間外界から孤立した。ヘネタールからは特に ホルクリングハウザー洞窟やバルバー洞窟では7万年前にまで遡る旧石器時代の出土品が見つかっているがヘイマーの長域では青銅器時代に最初の人の痕跡が証明されている。1980年にアウトバーン A46 号線沿いの緊急発掘で発見された環状に配置された石で囲まれた焼けた骨は青銅器時代のものであった。 現在のニーダーヘーマーの紛糾ボに、紀元前1250年頃に、羊飼いと農民がこの地域に住んでいたことを示している。鉄器時代になると、ヘーマーダイリング法編で針が作られていた。クルーゼンシュタイン城のふもとにあるブルク洞窟から発見された、青銅製の二重針は、もう一つの同種の針と一緒に発見された。ここからは、カモの青銅像も発見されている。 ヘネタールをはじめとする洞窟から発見された琥珀の装飾品はバルト海沿岸地方との交易が行われていたことを示している。遅くとも4世紀にフランク人の一部に取り込まれた部族がこの地域に定住する以前、紀元前600年から紀元前100年までの間、この地域はケルト人の影響下にあった。1951年に、 現在の市の中心部で発見された墓は650年頃に建設された。この集落は当時すでにおそらくハデマレという名称であり、後にヘーマーに発展した。700年にザクセン人がこの地域を征服した。777年からカール一世に率いられたフランク人がこれを征服し、ザクセン人は805年までに屈服し、強制的に解明させられた。 ベルダン条約をはじめとする帝国分割により、この領域は、はじめ東フランク王国に属した。この王国から後に新生ローマ帝国が成立した。ヘーマーの最初の文献記録は1072年になされている。これは、ゲルン大司教がグラーフシャフト修道院に対して、現在のヘーマーの地域にある3つの農場について言及したものである。 農場の一つは、ニーダーヘーマーにあり、聖、ビトゥスに検討された、私立教会があることで、特別重要なものであった。このビトゥス教会は、おそらくエクベルティナー家によって創建され、その後ケルン大司教が獲得した。これによりヘーマーは、メンデン教区に編入された。この教区は1124年に解消された。同じく、派手丸と称する二つ目の農場は、 オーバーヘーマーにあった。現在この土地はハウスヘーマー、またはヘトホーフと呼ばれている。ブレデノーレ農場、またはプレティンホーロ農場は現在のブレイレンにあった。建造物は移行が確認できるだけであるが、壁のいくつかの部分は16世紀にエーデルブルク城間の建設に用いられた。3つの農場はいずれもいくつかの小農場を有していた。 11世紀にラントハウゼン1140年にズウントビヒが文献に記録されており、ベスティヒが1200年にこれに続いた。この集落は14世紀にヒディマーと呼ばれ、1438年に初めてヘマーという表記が見られる。ヘーマーは1350年からマルク白漁となり、防備を固めたイーザーローンを守るために用いられた。 現存するヘネタールのクルーゼンシュタイン城をはじめとする騎士の城がベスト・ファーレン工領との境界を守っていた。ヘイマーの中核部は歴史的に発展したニーダーヘイマーとオーバーヘイマーの中心部が互いに結合し、1970年代に初めて建設された。1742年に描かれたヘイマー、ズートとヒ製鉄所15世紀にこの地域は、 比較的人口密度の高い地域であったが、引き続き農業が主体であった。しかし、フェルゼンメアからの出土品は、950年頃には、すでに、平マーで、工業が営まれていたことを示している。鉄岩量が60%と比較的高い、鉄鉱石が、13世紀から、鉄生産のための溶鉱炉で利用されていた。針金製造をはじめとする、 金属加工業は16世紀に成立し、はじめは水力を利用していた。ヘーマーのベストファーレン製水車は1567年に初めて稼働した。同じ頃、現在のヘーマー北西部でスミソナイトの採掘が始まった。ヘーマーは1447年にゾーストのフェーデの戦場となった。これによりオーバーヘーマーのヘッドホーフは特に甚大な損害を負った。 1448年の文書では、イーザーローン及びヘーマー周辺の地域で、これよりも被害総額が大きい集落はなかった。1486年のマルク博クの土地台帳によれば、当時ヘーマーはアンプとバンドインの一部であった。現在の地域では、イーメルトに17件、ラントハウゼンに3件、ヘーマーに4件、 メスターシャイトに43件の納税義務のある農家があった。メスターシャイトには、エーデルブルク、ヘックリングゼン、ベスティヒ、ズントビヒが含まれる。農村、ダイリングホーフェンには、後にダイリングホーフェン町となる居住地に接して、多くの農場が属していた。後に、フレンスベルクとなるグートフロメスベルトは、百八十五年に、マルク博研ク、クレーフェコーヨハン世から、 ヨハン・フォン・ブレーデに譲された。ヨハン・三世は建物を拡張した後、1517年にこの土地の所有権を宣言した。ブレーデ家の息子たちは公爵に対する自家の功績を主張し、最終的にこの所領を保持した。宗教改革では、1567年に教区のほぼ全域がプロテスタントの信仰に転向した。1614年、この町は、 相続によりホーエンツォレルン家の所有となり、プロイセンに編入された。これ以後、ナポレオンによる統治時代を除き1945年までプロイセンに属した。30年戦争の少し前の1616 16年にペストが流行し、1620年、1623年、1626年にも流行が繰り返された。 1623年から1624年までヘイマー周辺地域はスペイン軍の勢力下に置かれた。戦闘によりさらなる発展と工業生産は数年間中断したが地域の被害は帝国内の他の地域に比べ程度であった。1614年からプロイセンに属すこととなった。この町には協定と1647年4月28日付の レ園ン上により領主裁判所が設けられた。その裁判権が及ぶ範囲は、ニーダーヘーマー、オーバーヘーマー、ラントハウゼン、ベスティヒ、ズントビヒ、ベッケを含むキルヒシュピールヘーマーと、ハウスヘーマー、エーデルブルク、フレンスペルト、ブレーレンの貴族領を及び騎士領であった。これによりヘーマーは、ゲリヒトイーザーローンから分離され、新設されたムットイーザーローンの一部となった。 裁判領主はバハテンデンク団尺、アルノルトの後継者で亡くなるまでハウスヘーマーに住んだ。1660年にブラベック家が裁判領主権を引き継いだ。これにより裁判領主は独自の法律を交付し行政運営を行った。1767年頃のヘーマーエズ。手前の教会がセービトゥス教会、奥がセーペーター及び、 パウル教会17世紀後半にヘイマーは仏乱戦争の戦場となった。ニーダーヘイマーは1668年の退化の後、1779年にも再度消失した。ブラベック家は教会長のヘイマーにとって特別重要であった。ヒルデスハイムの司教領主ヨプスとエドムントホンブラーベックが1700年にビトゥス教会の隣に カトリックの聖ペーター及びパウル教区教会を創建した。1818 18年にビトゥス教会は取り壊され、エップベルクに新たな福音主義教会が建設された。ヘイマーは1701年からプロイセン王国に属した。行政当局の影響が大きくなるにつれ、国が多くの権限を引き取ったため、裁判所の重要性は低下した。罰金は 地区管理者によって定められる場合が多くなり、裁判領主によって決められなくなった。ヘーマー裁判所はおそらく1809年に最後の判決を言い渡した。当時ここには合わせて9人の判事がいた。ヘーマーは経済的には1800年頃に14件の生死水車があり、プロイセンにおける生死産業の中心地の一つであった。 ベッケ家は1698年からヘイマーに作業場を有していた。同家は1712年にプロイセン王から差し抜きの製造特権を与えられる工場を設立した。これは19世紀初めまでヨーロッパ最大の差し抜き工場であった。18世紀の終わり頃、地方の工業は第一次大仏大同盟戦争で損害を被った。ベルク公とフランスは、 当時プロイセンの最も重要な経済分野の一つであったヘイマーの金属加工製品の主要な顧客であった。戦争の進行に伴い、フランスでは輸入禁止が発せられ、生産の大部分が失われた。ヘイマーは1806年、他のベルク大公国のマルク博部分全域と同様にナポレオンの支配下に置かれた。ヘイマーはルール圏の一部であるカントンイーザーローン内で、 独自の街となっていた。多くのヘイマー住民が、フランスの支配者よりもプロイセン号により強いつながりを感じていたため、住民たちは引き続き苦しい経済状況で戦っていた。ライプツヒの戦いの間、この街はまだフランスの統治下にあったにもかかわらず、例えばニーダーヘイマーでは、町役所のフランスの和紙の紋章が焼き払われた。 1815年のウィーン会議でヘーマーにおけるフランス支配は終了し、マイリエはプロイセンベストファー練習のバーガーメイステリーとなった。このバーガーメイステリーは3つの調税区域に分けられていた。1841年にアムトヘーマーが形成された。これにはベッケ、ブロックハウゼン、カレ、ダイリングホーフェン、エーフィングゼン、フレンスベルク、イーメルト、ケスベルン、 ラントハウゼン、レッセル、ニーダーヘーマー、オーバーヘーマー、ズントビヒ、ベスティヒを含んでいたが含まれた。1867年に共同アムト貯蓄銀行とアムト病院が開業した。3月革命の際、時計団が組織された。工業は1882年の鉄道面電、ウナ線で結ばれたことで利益を受けた。この路線は3年後にイーザーローンを経て、 レトマーテまで延長された。1903年のオーバーヘーマー及びヘーマーハルト。背景に最初の社会福祉住宅、ツベルフアポステルが見える1910年4月1日に、ニーダーヘーマーとオーバーヘーマーはヘーマーとして統合された。新しい街づくりの計画は1908年末から開始されていた。オーバーヘーマーには近隣町村よりも多くの工場があり。 これに伴う多額の税収をインフラ整備に投資することができた。統合によりニーダーヘーマーも地元工業の恩恵を受けた。これと時期を同じくしてズントビヒ、ベスティヒ、ラントハウゼンもヘーマーへの合併を検討し始めた。第一次世界大戦回戦によりその実行は遅れた。第一次世界大戦勃発後、ドイツ全土がそうであったようにヘーマーの広い範囲で 公用感が起こり、早くも海戦一周目に約150人のヘイマー住民が軍役に志願した。興奮はその後数ヶ月で特に戦死者の方に接したことで沈静化した。1915年末までに招集された2877人のヘイマー住民のうち約200人が死亡した。地元の工業系企業は軍備品の生産に転換し、 戦前に比べ高い利益を得た。一方、一般住民たちは供給不足と薬病に苦しんでいた。ヘイマーでは1917年から1918年にかけての冬に100人以上がインフルエンザで死亡した。戦後、ヘイマーとそのアムトに属す、町村では、老能、霊テが発足したが、それは革命行動を起こすのではなく、コントロールされた団体として形成された。 政党もゆっくりと再結成された。ヘイマーの工業の重要な顧客がルール地方にあったため、ルール占領の間、ヘイマーは難民の流入先となり、工場労働者は労働時間短縮に苦しんだ。数多くのストライキが1920年頃の労働活動を特徴付けた。インフレーションの翌年には、アムト貯蓄銀行のほか、ズウントビヒの旅館の主人も、 ノートゲルトを発行したが、すぐに禁止された。1929年8月1日、ラントハウゼン、ズントビヒ、ベスティヒ、および、彼か,から、イーザーローンに編入されなかった部分が、プロイセンの地域再編に伴って、ヘーマーに合併した。これらの町は、第一次世界大戦開戦前にはすでに経済的に、あるいは一部では、都市建設上も一体化がなされていた。 彼の残りの部分はイーザーローンの地区となった。イーザーローンはベスティヒの併合にも関心を表明していた。同じ年にブロックハウゼンがダイリングホーフェントと合併した。これは主に人口588人の田舎町であったブロックハウゼンでは独立した行政運営が立ち行かなくなったためであった。工場主らは1927年頃から 経済危機の兆候を感じ始めていた。いくつかの企業が生産を縮小、または完全に中止した。1929年には金属化工業の多くの熟練工が解雇された。危機のピークは1931年から1932年で多くの工業系企業が閉鎖せざるを得なくなった。 1931年ヘイマーの工業系企業は2800人の従業員を雇用していたが、その3年前の雇用者数は4200人であった。同時に失業者数はアムトヘイマーで2100人にまで増加し、中でもヘイマーが最も多かった。ラントハウゼン、ズントビヒ、ベスティヒの併合後、多くの建設プロジェクトが実施された。ベッケ、ブレーデンブルーフ。 ベスティヒのカトリック教会やベスティの福音主義、集会場とともに何百個もの住宅が建設された。さらに、病院の拡張工事も行われた。建設工事は、都市の発展を促進したが、一方では家計に負担をかけた。1930年の国会議員選挙で、NSTP が KPD を1%上回り、最大の政治勢力となった。アムトヘーマーの NSTP は、 エーフィングゼンを画帳としていた。エーフィングゼンでは1924年の選挙で、すでに最大政党となっていた。権力掌握後、かつて、KPD の画帳であったズントビヒとベストビヒでは抵抗運動が最大化した。1935年4月19日に発令され9月6日に改定された新しいドイツ市町村法に基づきヘイマーは、市への昇格を申請した。 1936年1月30日にこの町に都市圏が与えられ、1936年4月25日に県知事ルートビヒルンテから文書が交付された。アムトヘーマーとヘーマー氏は紋章を獲得した。保養収容所 6A のパノラマ模型ヘーマーは1934年3月1日に弊社の所在地となった。その後アムトの病院は 野戦病院となり、ダイリング方面近郊の場所に軍事訓練場が作られた。弊社の建物は内市街の東に建てられたにも、かかわらず、射撃場は内市街の西側のドゥローにも置けられた。1939年の海戦では、第一次世界大戦時と異なり熱狂は起こらず、第一次世界大戦の経験から不安と心配が全面に現れた。ユーベルクの敷地は、 第二次世界大戦中、戦争捕虜収容所 6A に転用されたが、荒作りの建物であった。多くのヘイマーの企業が、戦争初期から軍需製品の生産を停止したが、住民の間では、食料不足が蔓延した。1941年には、すべての肉とラード、試行品が不足した。スターロック 6A の収容者は、ヘイマー及びその周辺地域で、 強制労働に着かされた。アムトヘーマーでは約1500人の兵士が資本体やイーメルト、エーフィング前で労働を強いられた。収容者の大半はソビート連邦軍の兵士であった。彼らは西欧人とは異なり、ひどい扱いを受け、より過酷な労働に割り当てられた。戦争の初期には特にフランス人や東欧人が収監され、年から ソビエト人が増えた。ヘイマー住民は戦争捕虜にほとんど関心を持たなかったが、時折パンを収容所に密かに持ち込もうと試みた。ヘイマーは1945年4月にルールポケットに封じ込められ4月12日に東部分が分割された。翌日にはアメリカ軍がダイリング方面に向かって進軍した。ヘイマーのドイツ軍司令官は アメリカ軍司令官との会見に応じ、収容所都市は1945年4月14日、アメリカ合衆国軍第9軍団部隊によって平和裏に占領された。スターロックにはこの時点で約2万3000人の収容者がいたが、このうち9000人は病気であった。この町は病院都市とされ、戦時中ほとんど爆撃を受けなかった。二つの戦争捕虜墓地には、 約2万3500人の犠牲者が葬られている。2万470人が埋葬されたドゥーローの戦争墓地は大きく、ヘックリングザーベークには約3000人が葬られている。州庭園博の会場には追悼の場が設けられ展示が行われた。ヘーマー解放の数日後イギリス軍がアメリカ軍を引き継いだ。イギリス兵は最初の職務として 約180個の住宅を何年にもわたって接種した。ほとんど破壊されなかった、この町であったが、住宅不足は常に深刻であった。疎開ミに野球ドイツ東部領土からの逃亡者のために、間に合わせの宿舎が建設された。1970年代までに8000人以上が、ヘーバーに流入した。工業は、戦後初期から散発的に創業を再開した。 いくつかの針金工場は、例えば古いを供給するための製造許可を得たりした。これに対して、食品産業と無縁の企業は、1945年11月まで閉鎖されていた。ブルーヒャー兵社、スターロックは1945年に、かつてのナチ行政官のための収容所、キャンプルーズベルトとして利用された。その後、ベルギー軍がここに、アルデンの兵舎を設けた。 ベルギー軍は、ヘイマーの町の中心部に、司令官用の多世帯用共同住宅を建設し、これによって、住宅不足は、少なくとも、その一部は緩和された。さらに内市街に、映画館、カフェ、カジノ、ベルギーの商店や学校を備えた、兵士用住宅地、ベルファーレを建設した。この軍隊は1955年に、他の場所に移転した。その1年後に、 最後のベルギー人家族がヘーマーを離れた。1956年4月24日、ヘーマーにおけるドイツ連邦軍の歴史が始まった。最初の司令部が建設され、いくつかの師団が移転するための整備が行われた。これによりヘーマーは、ノルトベストファー練習全域を担当する国防区域3の最初の軍事都市となった。1957年1月12日に、 第13総攻的弾兵大隊がこの兵舎に配備された。この兵舎は1964年5月20日以降、ブルヒャー兵舎と呼ばれた。ダイリング法編では1953年にカナダ軍が兵舎を建設した。住民たちはこの建設工事について、カナダのルイ・サン・ローラン首相、イギリスのウィンストン・チャーチル首相、ドイツのテオドール・ホイス大統領、 ノルトベストファー練習のカール・アルノルト首相に対して抗議した。その後中流は観光され、カナダ人たちはヘイマート・ダイリングホーフェンの都市生活に10年以上にわたって根を下ろすこととなった。例えば彼らが建設したスケートリンクは1958年に設立されたアイスホッケークラブダイリングホーフェン、現在のイーザーローン・ルースターズが利用していた。 ズーントビヒとベスティヒトの間にカナダ人家族のための住宅地が造成され、地元の人々はクラインカナダと呼んだ。カナダ人は1970年にダイリング法面から去り、イギリスのロイヤルアイリッシュランガーズがこの建物に入居した。彼らも街に影響を与えた。イギリスの映画館やスーパーマーケットが設けられた。ロイヤルアイリッシュランガーズがこの街から撤退する際、 ヘイマー氏のフリーダム・オブ・ザ・シティの称号を贈られた。これに代わって他のいくつかのイギリス部隊がダイリング砲面に配備された。ヘイマー氏は1975年1月1日に現在の姿になった。1960年代末からすでにノルト・ベスト・ファー練習のアムトや市町村の再編が始まっていた。1969年1月1日にアルテナ軍が 廃止され、新設された、流電シャイト軍に編入された。同時に、新たな市町村が成立し、アムトヘーマーのエーフィング前が、新しいアルテナ市に併合された。少し遅れて、イーザーローン軍や、それまで軍独立市であった、イーザーローン市も、再編成が行われることになっていた。州内務大臣、ビリー・バイヤーは、この改革を1975年まで先送りした。 ヘイマーのイーザーローンへの返入に関する議論が改革の早期実現を妨げていたのであった。バイヤーと幾人かのヘイマー及び州の政治家たちは最終的にヘイマーの独立を保持することに決した。1975年1月1日、ベッケ、ダイリング・ホーフェン、フレンスベルク、イーメルトがヘイマーに合併した。1920年にすでにアムト・エストリヒに移管されていた。 レッセルは1956年からレトマーテに属しており、1975年にケスベルンと共にイーザーローンに併合された。これにより、アムトヘイマーは1974年末に廃止された。この構造改革に伴って都市改造が行われ、ザウアーラント、パーダーボルンポーの発行に伴い新しい市庁舎と屋内プールを有する都市中心部が建設された。 1990年代初めに連邦軍駐屯地廃止に関する噂が流れ始めた。実際ブリュヒャー兵舎では組織改革が行われた。兵士住宅は1993年に閉鎖された。1992年3月には1970年からダイリング方面に駐留していたイギリス部隊がこの町から去った。1600人の兵士を要するこの部隊も フリーダム・オブ・ザ・シティの称号を贈られ、式典でこの街から去っていった。2007年1月23日に、最後のドイツ兵がヘーマーから離れた。2010年の州庭園博でこの敷地の転用が行われた。庭園博に伴い、新しい文化、スポーツ施設が建設され、内市街の道路の景観は変化した。ダイリング方ンのかつての弊社は産業パークに様変わりした。 この町は、経済的には、工業が主体となった。大きな産業地区が、ベッケ、ベスティヒ、ダイリングホーフェン、ズントビヒにある。針金産業は、イーメルト及びステファノペラータールの重要な、経済ファクターとなっている。ヘーマーの人口推移1910年4月1日に、ニーダーヘーマーとオーバーヘーマーが合併し、ヘーマーが成立した。 1975年1月1日に周辺の多くの町を統合し、この町の人口は1万787人から3万4041人にまで増加した。ノルトベストファー練習データ管理統計担当部局の研究によれば、2017年12月31日の公的な人口は3万4016人であった。ヘイマーは、 メルキッシャー郡で唯一人口が増加している町である。ノルトベストファーレン州情報、技術局は2030年までに人口は9.3%増加し、41,090人に達すると述べている。人口調査結果2009年5月末時点で、ヘイマーには15,310人の福音主義信者と11,524人のカトリック信者がいる。 その他の宗教の信者及び、無宗教者は1792人である。ヘイマーのカトリック聖ペーター及び、パウル教区教会キリスト教ヘイマーの教会の歴史は、集落の最初の文献記録1072年より、以前に始まっていた。ハウスヘイマーには千年期の終わり頃から、ビトゥス教会があった。この教会は、ケルン市教区に属し、メンデン教区の会に置かれていた。 ヘイマーの領主たちは独立した教会にしようと尽力し、1122年に司教はビトゥス教会の新築に伴い教区教会への昇格を実施した。その後数世紀の間にこの教会は何度も拡張され、200人を収容するまでになった。この教会は当時アッテンドルーン首席主催区に属していた。教会の守護聖人ビトゥスの日は特に荘厳に祝われた。 ビトゥス教会祭は20世紀前半まで定期的に開催されていた。宗教改革は1555年に初めてヘーマーでの課題となった。クレーマルク公がある演説の中でルター派の教義に対する拒絶を言明したのである。近隣都市ではその後宗教改革が成功した。ダイリングホーフェンは1565年に福音主義に転向し、ヘーマーも2年後に これに続いた。両集落は、わずかな例外を除いて全体が転向し、論争はどうやら起こらなかった。その後数十年の間に、カトリックを信仰するヘイマー住民は、新しい教会堂を建設した。信者らは、1664年にハウスヘイマーを獲得したブラーベック家と共同で、1698年から1700年までの間に、 セーペーター教区教会を建設した。ハウスヘイマーは、1812年に、福音主義を信仰するレベック家のものとなったが、この集落の生活には、何の影響もなかった。カトリック教会組織は19世紀半ばまで、約1500人の信者を管轄していた。工業家の時代の発展に伴い、1872年に、ズントビヒの礼拝堂が完成し、 1897年に教区の権利が与えられた。1905年に、ここに新しい聖母ニファティウス教会が建造された。ベスティヒの聖ペトルスカニジウス教区教会は1930、31年に成立し、1948年に集落の中心となった。1966年には、町の中心にクリスト系ニヒ教区教会が建設された。 ヘイマー中心部の教区に属さないダイリングホーフェンとブレーデンブルーフ、イーメルトの教会組織もパーダーボルンヒロツカサ教区メルキシエス・ザウアーラント主席司祭区のヘイマー、四国連合の一部となっている。福音主義教会は当初ビトゥス教会を引き続き利用していた。この教会堂は19世紀初めには老朽化したため1818 18年に取り壊され、 二年後に剣道されたエプベルク教会に交代した。その間カトリック教会がペーター及びパウル教会を提供していた。街の雰囲気は少なくも17世紀までは協調的でなく、教会内で殴り合いが起こったと言い伝えられている。1902年に福音主義教会内に CVJM が組織され、現在まで青少年活動を担っている。 現在、福音主義教会は、ヘイマー、イーメルとダイリング方編の教団がある。これらの教団は、ベストファーレン福音主義教会のイーザーローン教会クライスに属す。1890年から新使徒教会もヘイマーにある。その最初の礼拝は、シュテファノペーラータールの指定内で行われた。この組織は1953年に、ズントビヒに、独自の教会を設立した。 その他の宗教19世紀前半に最初のユダヤ人がヘーマーに定住し、1846年からメンデンのシナゴング組織に加盟していた。彼らは多くが貧しい環境で暮らしていた。ヘーマーのユダヤ人コミュニティは、1880年には65人、1905年には43人と成長していった。ヒトラーの権力賞をまでにこのコミュニティは30人にまで。 縮小した。ヘイマーのユダヤ人は、わずかな例外を除き、いずれも商売を営んでおり、反ユダヤ主義の脅迫や侵害にさらされることは稀で、あった。1930年代になると、ヘイマーでも、制約や禁止事項が増え始め、多くのユダヤ人実業家が、小売店を閉鎖した。1938年11月の排斥運動の、あと、さらには戦争勃発後、 多くのユダヤ人家族がよその土地へ移住した。残った人々はテレージエンシュタット強制収容所やその後絶滅収容所へ移送され約40人のヘイマー住民あるいは元住民がホロコーストで殺害された。18世紀末以降ヘイマーにはユダヤ人墓地がある。この墓地では1955年に最後の埋葬が行われた。ヘイマーのムスリムのグループは 特に20世紀後半にトルコからドイツに流入したガストアルバイターと呼ばれるデカセギー住者によって拡大した。モスク組織としてはトルコイスラム宗教施設連合に加盟するトルコイスラム教会がある。この組織はキュアムと貯蓄銀行の建物内に礼拝所を有している。ヘーマー市長者一般に市議会と呼ばれている組織の公的な名称はラート・デアッシュタット・ヘーマーである。 1975年の市の新設以降の市議会選挙ではセリがヘーマーの最有力政党である。1979年と1999年には絶対多数の議席を確保した。スピードは1989年の市議会選挙でセリに勝利し、本市の市議会選挙史最大の成果を祝った。この選挙の前には長年にわたって、 市長を務めたハンスマイヤーの辞任に関する論争があった。独立の選挙団体ワグも1975年から市議会に議席を占めているが、1979年と1994年の選挙で市議会の議席を逃した。緑の党は1984年に初めてヘイマーの市議会選挙に候補者を擁立し、5年後の選挙で 初めて議席を獲得した。投票率は、市の新設後最初の選挙が最も高かった。最も投票率が低かったのは、2014年の選挙であった。1930年代まで、ヘイマーの主張は、当時ヘイマー最大の企業の一つであった、食器メーカー、クラールフェルトシュプリングマイヤーのフリツー、クラールフェルトなどの第一線の企業家が務めていた。 クラールフェルトの10年の任期は、ベスティヒ、ズントビヒ、ラントハウゼンが合併したことで終了した。1934年に、ビルヘルム・ランゲマンが首長となった、ランゲマンは、第二次世界大戦の終戦まで首長を務めた。彼の任期中に、ヘーマーは、地に昇格した。第二次世界大戦後、首長は、過渡的な状況で、比較的頻繁に交代した。 ヨーゼフ・クレフナーは1949年から1952年まで3年以上市長を務めた最初の人物であった。市長が長く定着するようになったのはフレーディ・カンミナーディが市長に選出された1961年以後であった。その前任者、カール・ボーデは都市ディレクターと対立し、これによりヘーマーの発展は数年間遅れた。カンミナーディは この頃市長代理を務めた人物で都市行政に再び安定をもたらした。彼は2004年に老市長の称号を得た。1969年にセティの候補者ハンスマイヤーが市長選に勝利した。彼は市町村再編に伴いベルナーベックマンに市長が委託された短い中断を挟んだものの、1987年まで市長を務めた。 在任中の重点は、ザウアーランとパーダーボルンポーに関する論議、外国との経済交流の拡大であった。マイヤーは、ヘイマーを隣接するイーザーローンへの併合を拒み、独立した市として存続させた。彼は、ヘイマーの企業からの要望に応えて、ソビエト連邦、ユーゴスラビア、中国、リビアといった国々を訪問した。都市ディレクターのディータンホスの支援を受け、彼は、 ヘイマーの中心街をショッピング街に改造した。マイヤーとホスの任期は1980年代以末に終了した。マイヤーの後任はクラウス・ブルダであった。このスピードの政治家は7年間市長を務め、1994年秋にドリス・エビングが市長に就いた。彼女の任期は短かった。1993年12月にはすでに都市ディレクターのライナー・ヘルマンが、 市議会によって解任されていた。翌年、市議会の最大政党セディは、それまでの名誉職の市長と都市ディレクターの機能を統合したポストとして、専任市長を設ける試みを始めた。この調整の改革は、特定の条件下で、本来の発行時である1999年より、以前に市議会によって専任市長が選出されることを計画した。 ヘルマンが解任され、ハインツ・エマンが選出されたことで、ヘーマーは、専任市長を有する、ノルトラ・イン・ウェスト・ファー連州発の都市となった。ミハイル・エスケンは、2003年7月13日の、選挙で50.8%の票を獲得し、新たな市長に選出された。この選挙は1995年から市長を、務めていたハインツ・エマンが2003年3月9日に、 コースフェルトの市長に選出されたことに伴う補欠選挙であった。2014年の市長選挙はノルトベストファーレーン州地方選挙に伴い2014年5月25日に行われた。ミハイル・エス県は2人の対立候補に対して75.4%の票を獲得して市長職を堅持した。ミハイル・エス県はその後フェルルの市長となり、 ヘイマーの市長は2015年10月から空席となった。新たな市長が選出するまで市長の職務は第一副市長のベルント・シュルテが引き継いだ。2016年1月31日の選挙で4人の候補者のいずれも過半数の票を獲得できず決選投票が行われることとなった。2016年2月14日の決選投票で ミヒャイル・ハイマンが81.04%の票を獲得してセティの対立候補に勝利した。ハイルマンは2018年4月にワグから脱退することを表明した。図柄、左右に分割。向かって、左は黄色地に3層の赤から白の市松模様の横帯。向かって、右は黒地に3本の黄色い狼の罠。 解説、紋章デザイナーのバルデマール・マレクが1936年に現在の紋章をアムト・ヘイマーの紋章としてデザインした。死は同時に別の紋章を作成した。この二つの紋章は同じ紋章学的衣装を有していた。マルク・ハクリョに属していたことを象徴する赤から白の市松模様の帯とブラーベック家の紋章から取った三本の狼の罠である。 早くも1926年には、紋章作成の計画があったのだが、ズンとビヒおよびベスティヒの合併や、その後の経済危機によって中断した。アムトが1975年に廃止された後、大きくなった市は、アムトの紋章を新しい町の紋章として採用した。これは、この紋章が紋章学的にも、美的にもふさわしいものであり、合併したかつてのアムトの町村を代表するもので、 あったためである。アムトに属していた頃の紋章は黒地で3層の赤から白の市松模様の帯で縁取られた中に3本の金色の狼の罠が描かれていた。アムトに属していた他の町村も1939年に紋章を与えられていた。これらは3本の狼の罠を共通の衣装としていた。山頂村は それぞれの地区を治めた貴族の紋章が描かれていた。他の山頂村の紋章には、地域の産業を象徴する衣装が描かれていた。ヘーマーは、以下の町と姉妹都市関係にあるヘーマーの市議会は、姉妹都市関係ごとに委員を任命し、双方の町の結びつきを調整している。すべての姉妹都市は、ヘーマーでの州天白2010の市のモザイクに描かれた。 フェルゼンメア博物館、フェルゼンメア博物館は、有ントシティールの館に入居している。この館は、工場主、ペーター・グラーが、ヘーマーとズントビヒとの間に建設したものである。1980年代に、市は、この館を、ヘーマー市民、郷土協会に譲渡し、1989年から、郷土博物館として利用された。見どころは、地学士及び工業士、 都市市に関する展示物である。重点は、ヘイマー生まれのフリードリヒレオポルトベステ、ビリブロルトベンツラー、ハンス・プリンツホルンである。教会は、様々な郷土市場のテーマで入れ替え展示を行っている。ヘイマーの現代史教会は、スターロック6英収容所に関する歴史スペースを、その跡地で運営している。収容所の模型、案内板、 収容所解放の日の写真が展示されている。スターロックで亡くなったすべての人のためのバーチャル、追悼本が求められている。ヘイマー芸術協会の芸術展示は、ズントビヒのライデマイスターハウスや、アムパルク青年文化センターで、定期的に開催されている。グローエイコールフォールム20世紀前半、ヘイマーには、演劇クラブやアマチュア演劇グループがあり、 1950年代まで活発に活動していた。現在、ヘイマーには演劇グループはないが、青年部プロジェクト、ステージプレのアンサンブルや、いくつかの学生グループが定期的に公演を行っている。ヘイマー氏は2009年現在約800人の学生を要する音楽学校を運営している。この音楽学校のクラリネット30相談は有名で、 ザクセンクラリネットアンサンブルとも共演している。オーケストラクラブも有名である。音楽隊や音楽クラブはほぼすべての地区にある。この他に合唱もヘーマーでは、社会生活にしっかりと根付いている。MGV アイントラハトベスティヒは、1853年に設立されたヘーマーで、最初の合唱クラブである。1950年代には、男性合唱クラブと合併し、共同で、 マインツやシュトットガルトでの連邦歌唱祭に出演した。2009年時点で、市内には約30組の男性、女性、児童、混成合唱団が存在する。演劇上演やコンサートは、ギムナジウムやパルク通りの学校センターの行動、アムパルク青年、文化センター、ハウスヘーマー、ヘーマーの教会で行われる。終停演博に伴い、新しいイベントセンター、 グローエイコールフォールムが作られた。シュテファヌス教会ヘーマーの市域内で最も古い建物はダイリング方ンのシュテファヌス教会であるが、その正確な建設年は不明である。ある文献は13世紀半ば、別の文献は14世紀を建設年としている。1982年に保護文化財に指定された。この建物は2004年に根本的な改修が行われた。 1000年より以前に建設されたニーダーヘーマーのビトゥス教会は1818 18年に取り壊された。カトリックの聖ペーター及びパウル教区教会は1700年に完成した。このバロック建築は1982年に保護、文化財に指定された。1818 18年に解体されたビトゥス教会に変えて、 福音主義協会組織は1820年までにエッパー協会を建設した。計画では当初は建築マイスターのカール・フリードリヒ・シンケルが設計することになっていたが、経済的な理由からヘーマーのヨハン・ヘルマンシュティントにより建設が実現した。エッパー協会は1989年にヘーマー市の保護文化財リストに登録された。 この他のヘイマーの教会堂は20世紀に建設された。ズントビヒの聖ボニファキウス教区教会は1905年に建造された。この建築は市内で最も高い建物で2001年から保護文化財に指定されている。1930年代初めにはブレーデンブルーフのカトリック聖マリエン教区教会、ベスティヒの聖ペトルスカニジウス教会、 イーメルトの福音主義教会が建設された。ヘーマーで最も新しいカトリックの教会堂が内市街のクリスト系日協会である。この建物は1966年から歩行者、専用区域の風景を決定づけている。1964年にラントハウゼンの十字架協会とズントビヒのクリストス教会が建造された。両協会はこれ以後それぞれの集落の景観を 印象づけている。内市街のパウルシュナイダーハウスの手楼には、かつてのビトゥス教会の金が収められている。プリンツテイヘーマーの都市景観を決定づける、この他の要素が工場主の邸宅である。グラー屋敷は1902年に建設され、1980年代から市民、郷土教会のフェルゼンベア博物館が入居している。内市街のプリンツテイは、 突き出した炭筒の一目を引く玉ねぎ型の屋根からトゥルムヒエンビラという呼び名でよく知られている。ここにはヘイマー氏の戸籍役場などが入居している。これら二つの建物は1982年に保護文化財に指定された。これ以外の保護文化財に指定された工場主の館はベスティガーバッハやオーバーヘイマーの関東通りにある。 ズーントビガーバッハのライデマイスターハウスも工場西の館であった歴史を有しており、現在はオフィスビルとして利用されている。ケルン選定工領との境界に位置していたことから、マルク博は1353年にヘネタールにクルーゼンシュタイン城を建設した。この城は石灰岩の岩山の上に建っている。グーとバイングゼンもやはり保護文化財に指定されている。 この城はラインベストファーレン石灰岩建築の一つであり、沈河市されている。領主の館はハウスヘーマーとエーデルブルクという形で建っている。この建物はヘーマーとメンデントを結ぶ連邦道 B7 号線沿いにあり、1375年に初めて記録されている。この領主館は16世紀末あるいは17世紀初めに建設された。今日エデルブルクは、 バズツ競技選手によく知られている。ババはこの建物に繋がっている。建築資材は旧ブレーレン城から転用された。ハウスヘイマーは1072年にオーバーホーフとして初めて記録されている。現存する建物は1614年以降に建設されたもので、ペーター及びパウル教会の教団センター及び幼稚園として利用されている。 ズウントビヒの水車1906年に建設された旧アムツハウスは1975年までアムト行政の所在地で新しい市役所が建設されたことでその機能を失った。それ以後保護文化財に指定されているこの建物には音楽学校と市民大学が入居している。ズウントビヒ北部には狭い路地に何棟かの木組建築が建っている。これらの建物も 保護文化財に登録されている。すぐ近くにあるズントビヒの水車も同様である。この水車はメルキッシャー郡で現在も稼働している最後の水車の一つであり、その一部はヨハンゴットフリートビルヘルム・レンツィングの依頼でヨハンヘルマンシュティントが1811年に同じ場所に建設した穀物水車の基礎壁の上に建てられている。保護文化財に指定されているこの水車小屋は ヨハネス・ペーター・アル・ベルツが1865年から1868年に建設し、現在も家族が所有している。古い消防署がズントビヒト・ヘッピングゼンにある。ヘーマーのイズミアルター・マルクトからクリスト系に秘教会までクンストマイルが通っている。1999年にエーバー・ハルトリンケが制作したブンデストリロギーは3体のブロンズ像で構成されている。 終定円白の全段階のヘーマー内、市外改造により、ノイアー・マルクトとハーデマーレ広場との間に、1985年に、ベストイコール・ギムナジウムの学生がデザインした5つの特殊構成と水口を持つ、ヘーマーの泉が設けられた。ノイアー・マルクトの石中、アウス・デア・ティーフェは、女性芸術家ウレ・ヘイスの作品である。1993年に制作された、この像は、 ヘーマーの神秘、労働、歴史を統合したものである。私立図書館前には、イーザーローンのエーデルトラウト・クリンゲナーによるアウフシティクツーム・エアフォルク像がある。二つの台座のこのブロンズ像は2003年に除幕された。エルンストフックスのクリストフォルスの泉はグローエ広場を印象付けている。1977年に制作されたこの芸術作品は、 2002年にハーデマーレ広場からここに移設された。この景の終わりは1997年にウード・ウンテリーザーが制作したシュタット・トーアである。ザウ・アーラント・パークヘーマー街の中央に位置する広さ4ヘクタールの中規模の公園であるフリーデンス・パークにはその南西部の端にヘルマン・フォーン・デア・ベッケ財団の老人ホームがある。また、 19世紀後期に建設された保護文化財に指定されている邸宅が2005年に近代建築に建て替えられ倉庫として利用されている。この公園はその老木のために保護されており内市街地区の主要なビオトープの一つとなっている。2009年にいて、児童遊戯広場、プール場がある公園の象形が刷新され、それまで立ち入ることができなかった屋敷の庭園の一部が 公開された。ヘイマー州庭園博2010により、市の東部に公園施設が設けられた。この公園は、開期後、ザウアーラントパークヘイマーと名付けられ、2011年春からレジャー地として利用されている。ベスティヒ地区の中央、トーマス協会とかつての駅との間にゴッケルシャー、パークがある。この公園は、工場酒ゴッケルにちなんで命名された。 イーメルトの中央にある公園は、メイポールを建てる場所となっている。ヘーマーのフェルゼンメアこの街の最も有名な、見どころがフェルゼンメアである。これは、長さ700メートル、幅100から200メートルのカルスト地形で、陥没洞窟を有している。自然のカルスト化と19世紀にこの地域の採掘が、禁止されたことで、ドイツでもユニークなゲオトープが形成された。 全域は13ヘクタール以上で、大部分がブナの森で覆われている。このビオトープには一連の珍しい動物が生息しているため、この地域は自然保護区とされ、ナチュラ2000保護地域システムに属している。訪問者は2010年以降、歩道橋やプラットフォームの上からこの土地を見下ろすことになった。グローセスフェルゼンメア、クライネスフェルゼンメア、 パラディースの三つの部分からなるフェルゼンメイアの成立に関しては様々な伝説が語り継がれている。市内にはこの他にアムティール公園自然保護区、リームケ自然保護区、ドゥーローレベッケンコプフ自然保護区がある。小乳道のハインリヒス洞窟はズントビヒのフェルゼンメイアのすぐ近くにある。特別な魅力が1804年に発見された。完全な状態に保たれた。 ホラーナグマの骨格である。この洞窟は1904年に観光洞窟として公開された。これ以後訪問客は全長約3キロメートルの洞窟システムのうち3 0 0ルを見学できるようになった。この洞窟はヘイマー作業共同体洞窟及びカルスとザウアーラントによって管理、運営されている。この洞窟は発見者のハインリヒフォンデアベッケにちなんで、 命名された。地域の大部分、特に森林部分はメルキシャー軍警官保護区に属している。かつてのアプリッケ中ンチ演習場からアプリッケヘイマー市郊外の野生牧草地が形成された。ここではヘック牛やデュルメンポニーが一年中自由に草をはんでいる。ダイリングホーフェンの ECD 記念碑ヘイマーのダイリングホーフェン地区は 現在ドイツアイスホッケーリーガに属するクラブ、イーザーローン・ルースターズが発足した場所である。この街の弊社に駐屯していたカナダ兵がこのスポーツをダイリング方ンにもたらした。興味を持った街の若者たちが路上でアイスホッケーを真似し始めたカナダ人は完成したアイスリンクを彼らの練習に提供した。年に EC、ダイリング方が結成されたが、 ホールの状態が不十分であったため1971年にイーザーローンに移転した。それまでに EDC は2番目のリーグにまで昇格していた。スポーツの現在の看板クラブは、その第一チームが2009年にランデスリーガに昇格したサッカークラブ SG ヘイマーと女子チームがオーバーリーガに属す HTV ズントビヒベスティヒのハンドボール部門である。 tb ダイリング方ンの陸上競技部門もいくつかの全国的成果を上げている。これにより、ベストイコールギムナジウムの陸上競技学生チームも利を得ており、コンクール、ユーゲンとト,トレーニーアートフィアオリンピアは、1992年から1999年までの間に8回ドイツ選手権で優勝した。シニア部門は、1998年と1999年に、 ドイツ選手権で優勝し、1999年にはヨーロッパチャンピオンにもなった。このチームには DDR で48回テニスチャンピオンになったトーマス・エムリヒが所属している。地域内には2つのスイミングプールがある。市立屋内プールのハーデマーレバートは1973年にオープンし、25メートルのプールの他に飛び込み用プールと子供用プールがある。 この建物内にはサウナコーナーも設けられている。2001年頃に屋内プールドリコワ氏の可能性が議論された。現在の場所に店舗のための場所を設けるためであった。議会は市民の請願に基づきこの計画に反対した。その後別の場所に新設することが討議されている。大体地は集庭園白会場用地または面ンとンの試作会にあたる場所である。 市営の屋外プール、フライバートアムダムは、首都ユーベ建地区にあり、1991年に増築が議会に否決されたため、1996年に改修された後再開された。ブルヒャン弊社前の州庭園白2010工事現場2007年2月27日に、市議会は州庭園白2010の誘致に努めることを全会一致で決議した。 フィージビリティスタディによれば、内市街に接するキューブリュハー弊社の広さ28ヘクタールの敷地が、集停園博のメイン会場となる予定であった。これに接続する広さ346ヘクタールの演習場では関連イベントの一部が開催され、フェルゼンメアやハインリヒ洞窟でも同様であった。2007年5月2日、ノルトベストファー練習環境大臣、エックハルト・ウーレンベルクは、 ヘイマーに決定したことを発表した。庭園博は2010年4月17日から10月24日まで開催された。モットーは、サウバー・デア・フェア・バントルングで100万人以上が来場した。文化・ビューロのイベントプログラムには、内市街で毎年開催される4つのシュトラーセンフェストが含まれる。ヘイマーの春は5月に開催される。9月の最終週の週末には、 ヘーマーの秋の日が毎年数千人の訪問客をヘーマーに呼び込む。アドベントにマルクト広場の小さな屋台村ヘーマーのクリスマスマーケットで1年が終わる。射撃祭は住民にしっかりと根付いている。ヘーマー、ダイリングホーフェ編、ベスティヒの市民射撃クラブは毎年 BSV フレンスベルクは2年に1回のリズムで祭りを行っている。BSV イベルトと 1858年に設立された古い射撃クラブである BSV ブレーデンブルーフは年ごとに交代で祭りを主催する。この他に毎年定期的に生態の祝日の週末にウィスパフェスティバルが開催される。これはヘイマーアーシュが共催している。このフェスティバルには3日間20以上のバンドが出演する。その中には すでに有名なグループを含めた新人が参加している。主催者は2005年から、オルタノブル文化のためのウィスパ、フェラインが務めている。ヘーマー地域の経済は何、世紀も前から中小企業が主体である。2017年現在、農林業従事者は0.2%で、工業に対して極めて小さな比率であった。また、45.6%が、 サービス部門に従事していた。ドイツ全土がそうであるように、第三次産業がヘイマーにおいても重みを増してきているが、加工業にはまだ及ばない。10世紀に始まったヘイマー地域における工業によって、金属加工業の発展がなされた。小川の水力で、いくつかの単野工房が稼働していた。ヘイマーの針金産業は、イーメルトの谷に、 最初の針金工場が創業した15世紀にまで遡る。16世紀に製紙工場が設立されたことで長年にわたって重要性を保つ産業分野が確立した。最後の製紙工場は1988年に新たに創設された販売業者パピーア・ウニオーンに吸収された。ヘイマーは17世紀にプロイセンで 最も革新的な工業都市の一つであった。この地域で最初の放浪工場のほかベストファーレン発の差し抜きの工場があった。1736年にズントビヒにベストファーレンで最初の溶鉱炉が稼働した。ヘーマーのズントビガー新中工場、ズントビガー新中工場やその他の新中製造所は18世紀から19世紀にこの素材が適した。 器具製造の基礎を作った。20世紀に2つの器具製造業者グローエとコイコが国際的なマーケットを主導する企業に発展した。特にグローエは現在世界中に6500人の従業員を要し年間売上高10億ユーロ以上のグローバルプレイヤーとされている。この会社は2005年にスピード投手フランツミュンテフェーリングが 投資家コンソーシアムによるグローへの買収を稲ゴに、例えて語られたことでセンセーションを引き起こした。第一次世界大戦前、カトラリー製造業者クラールフェルトシュプリングマイヤーは、1914年時点で500人の従業員を要するヘーマーで、最も評判の良い企業であった。外国からの安価な競合品の増加により、1970年代に、 工場の敷地を売却しなければならなかった。ヘイマーの機械製造業は、特に、隣の新中工場のための圧縁機、蒸気機関を製造するズントビガー製鉄所によって成立した。連邦共和国成立初期の経済の軌跡は、ヘイマー地域にも利益をもたらした。1954年に、最初の南欧からの出稼ぎ労働者がヘイマーに、やってきた。 1970年代から1980年代にヘイマー企業の移転の波が起こった。ヘイマーでは住宅地域と工業の発展がほぼ並行して進行した。自治体再編後、企業は内市街から産業地区に移転し始めた。20世紀後半に産業構造の多様化が起こり、現在も続いている。そのため一部の企業は定住したが、 その産業地域はヘイマーで歴史的に発展したものではなかった。例えば MWV カルマー、ギールシュ、ハルテック・ハレンジステイメなどである。ヘイマーの小売業の状況は困難であるとみなされている。多くのヘイマー住民がより大きな隣町のイーザーローンで買い物を済ます。1970年代にヘイマー内主街に買い物ができるノイエミッテが形成され、 1991年に歩行者専用区域がオープンした。それにもかかわらず多くの市民、特に市区部の人々は、この地域を市の中心だとは思っていない。内市街地域だけで約20軒の商店が空き家となっている。2000年以後、歩行者専用区域の外側に、ネレンホーフセンターやフェルゼンメイアセンターといったショッピング複合体が建設された。 終停円博に伴い、内市街の一部も魅力的に改造された。この他に歩行者専用区域の中心にハーセンターが建設された。大規模な SB スーパーマーケットは、ベッケ地区と市境のすぐ外側のイーザーローンの地域に存在する。サービス業に従事する費用者の比率は平均よりも低い。1997年に、 約2500人がこの分野で働いていたが、そのうち1600人が3つの病院、老人ホーム、幼稚園の職員であった。これ以外は、行政機関、銀行、保険会社、旅館で働いていた。研究開発分野の企業連合として、安全保障、災害防止技術センターは、サービス業分野の新しい雇用を創出している。道路、ハーゲント、 ヘーマーとの間のアウトバーン A46 号線の建設により、この街は全国的な道路網に接続した。多くの交通がイーザーローン市内で終わっていた A46 から連邦道 B7 号線経由でヘーマーに入っていたため、1970年代からアウトバーンをアルンソベルクまで延伸することが議論されていた。 首都ユーベッケンの下を通るトンネルのための敷屈が2009年に行われた。2011年9月末に、ノルトベストファー練習交通省は A46 号線の面電までの延伸を発表した。B7 号線とヘネタールの市境のすぐ外側を通る B515 号線とを結ぶ修道 L682 号線が重要な東西を結ぶ道路として利用されている。 L683 号線は、B7 号線とレネタールの B236 号線と、ベスティヒ、ブレーデンバッハ、イーメルト地区を経由して結んでいる。1990年代初めから、アウトバーンのインターチェンジと、ベスティヒとを結ぶ西バイパス道路の建設が議論、されてきた。計画ルートが、ーロー景観保護区を通っているという批判がある。路面鉄道とバス1908年。 当時のヘイマーに属していた彼がホーエン・ディムブルクとイーザー・ローンとを結ぶ路面鉄道路線に接続した。この路線は1909年にベスティヒを経由してアムトハウスまで延伸された。さらに1911年にニーダー・ヘイマー、1912年にヘックリング・ゼンが接続した。1913年にはズートビヒを経由して ダイリングホーフェンまで視線が設けられた。1921年に並行して走る鉄道の有利となるように、路面鉄道ニーダーヘーマーヘックリング全線は廃止された。第二次世界大戦後、ヘーマーには合計2年間路面鉄道が運行しなかった。これは、イーザーローンとベスティヒとの間の橋が破壊されたためであった。1948年9月から、 路面鉄道は再開したものの、この路線は徐々により便利で、より高速なバスに置き換えられていった。1959年から1960年への変わり目に、ヘーマーにおける路面鉄道の旅客運行が終了し、最後の貨物車両も1964年にベスティヒを去った。最初の定期バス路線として、1924年にフレンデンベルク行きが運行を開始した。 現在本市は12路線の地方定期バス路線が利用可能でルールリッペ交通共同体に属している。バス交通は主にイーザーローナークライスバーンの後継企業であるメルキシェ交通協会によって運行されている。MVG 定床バスが運行できない4つの路線は1998年からヘーマー市民バスが運行している。鉄道ベスティヒ駅 ヘーマーは1880年代に鉄道網に接続した。最初の計画はその20年前から始まっていた。レトマーテ・フレンデンベルク線の最初の一部であるメンデンとヘーマーとの区間は1882年にその3年後にイーザーローンまでが完成した。これによりヘーマーはオーベラー・ルールタール鉄道とラインジーク鉄道で結ばれた。 ヘイマー駅の他に、エーゼ駅とベスティヒ駅が設けられた。この他に、いくつかの工業系企業が引き込み線を有していた。1891年にズントビヒへの路線が建設された。イーザーローナー・クライスバーンの軽便鉄道ベスティヒ、エーフィング前線が、20世紀初めのヘイマーにおける鉄道網の仕上げであった。1913年にイーメルトまで営業が開始し、 1917年にイーメルトまでが結ばれた。この路線は第一次世界大戦終戦後にアルテナまで延伸され、デネタールとフェルゼンメアシュタットととの間が初めて鉄道で結ばれた。このケーベン鉄道は1933年に不採算区間のイーメルトとエーフィングゼンとの間が取り壊され、深刻な変化にさらされた。 1955年旅客運行が完全に廃止された。1975年にズントビヒとベスティヒで貨物の積み下ろしが終了したことで、ヘイマーの鉄道の重要性は1970年代に失われた。減少一方の乗客数により、路線の廃止が1983年から議論され始めた。1989年に、 最後の旅客列車がヘイマーの駅を出発した。これ以後、最寄りの駅はイーザーローンと面談になった。ベスティヒの駅舎は1984年に保護、文化財に指定され、その1年後に個人所有となった。ヘイマー市内の他の駅舎は路線廃止後に解体された。イーザーローンへの軌道に、 上部構造が建設された。終点円白の前段として、面電への接続が可能であると思われた。ラインジーク鉄道は、フィジビリティスタディを行い、LGS2010 の回帰中及びその後も運行する計画を立案した。2010年2月、この路線は、LGS の期間中の特別列車のみが運行し、その後は再び廃止されることが発表された。 2011年1月、市議会はベストファーレンディッペ近郊交通目的連合にイーザーロームヘマーメンデン線を新しい近郊交通計画に組み込むよう依頼した。これが実現するとヘーマーとドルトムントとの間の直接乗り入れが可能になる。航空、ダイリング方編には1936年からグライダー飛行場がある。1938年からは モータープレーンも離陸できるようになった。第二次世界大戦で使用するための飛行場を整備する目的で、1939年に滑走路建設が計画された。戦争末期の1945年春に、この飛行場は補助空港となったが、アメリカ軍によって大部分が破壊された。1952年、地域全体のパイロットがダイリング砲フェンで、 スポーツ飛行を楽しんだ。ダイリングホーフェンのイギリス軍兵舎とユーベルクのブルヒャー兵舎の拡充により、この敷地は大幅に縮小され、最終的に1961年に航空クラブに管理、運営が委託された。最寄りの飛行場はイーザーローンに3つ、面電ンンに1つある。最寄りの国際空港はドルトムント空港である。 ヘイマーでは1886年から日刊誌が刊行されている。これはヘイマーイコールツァイトングが初めて刊行された年である。ヘイマーイコールツァイトングが廃刊されて数年後の1893年3月22日にヘイメルシーツァイトングが当初は週2回、1905年からは週3回刊行された。4年後にこの出版社は メルキッシャー・ラント・ボーテというサブタイトルを付けたが、1917年から、これがメインタイトルとして用いられた。ヘーメルシェツ・ザイトング及びメルキッシャー・ラント・ボーテをサブタイトルとするイーザー・ローン軍の広報誌及び情報誌として、この新聞は1945年4月12日まで、刊行された。1946年に連合軍は、ベスト・ファーレンポストの創刊を許可し、やがて、 ヘーマーに編集オフィスもオープンした。1947年からベストフェリッシャルント社がヘーマーで刊行された。これに伴いヘーマーのレポーターもイーザーローム編集局に編入された。イーザーローナークライスアンツァイガーは連邦共和国の再建後、1949年11月に初めて出版された。 1978年10月から週に2回無料の広報誌、シュタットシュピーゲルが刊行されている。イーザーローンの編集局でヘーマー版も作成している。1990年以降、ボーヒエンクーリアーが土曜日ごとに配布される。このイーザーレトマテヘーマー編集局もイーザーローンにある。1980年代末により大きな変化がヘーマーの出版業界に訪れた。 ヘイマーでベストファーレンポストを出版していたワスグループはイーザーローナークライスアンツァイガーにも関与した。これに関連してヘイマーの WP 編集局は閉鎖され読者はイーザーローナークライスアンツァイガーウンとツァイトゥングに移行した。ヘイマーの WR 編集局設立は1990年に成功した。WR は引き続きヘーマーで出版されているが2000年に イーザーローナー・クライス・アンツァイガーからローカル面を引き継いだ。ヘイマー地域の NRW のローカルラジオが1990年以降、ラジオ MK であり、送信曲ナンバー69から周波数92.5メガヘルツで放送されている。病院ヘイマー・ルンゲンクリニークヘイマーには1982年からアムトが運営する総合病院があった。この病院は、 少ない病床数と人口増加により1902年と1908年に拡張が行われた。この病院は第一次世界大戦後に縮小されたが、1931年までに改めて拡張された。経済危機の時代に拡張の規模が大きすぎると批判され、実際にこの病院の維持がアムトにとって問題となった。1934年12月。 国防軍が現在のルンゲンクリニークの建物を譲り受け、中トンチ病院に改造した。これに対してアムトは新しい病院を建設し、1936年に80床の病院を開院した。この病院は現在もパラケルススクリニークとしてこの町の医療に貢献している。第二次世界大戦中、この病院は野戦病院として機能し、 スターロックシックス a の収容者が解放された後は、そのケアを行った。1972年にこの病院は161床にまで拡大し、1975年の市町村再編に伴って新設された市の運営下に置かれた。これ以後私立病院となった。パラケルススクリニックカトリックの聖ペーター及びパウル教会は、早くも1904年にガイトベッケの セイマリエンホスピタールを開院した。はじめ30床であった、この病院は1972年に112床に拡張された。1978年に資金難のため協会はこの病院をヘイマー市に売却し、シュタットクランケンハウス2として内科部門を受け入れた。結果産婦人科、自備咽喉科、眼科、麻酔科は、 スタットクランケンハウスアイに組み込まれた。この病院は1984年に民営化され、住民に医療を提供するパラケルススクリニークの運営に移管された。この病院は1992年にドイツで最初の会計システムを変更した病院となった。入院期間ではなく、特定の治療に対して一括金額を支払うようになった。コスト削減のため、 ヒューマリエンホスピタールは閉鎖された。これ以後診療部門は新たに拡張されたパラケルススクリニーク愛に集約された。二つ目の建物は取り壊され、そこに住宅が建設された。現在パラケルススクリニークは134章である。一方、最初のアムトの病院であり、中ン地病院であった施設は第二次世界大戦後に全国的に知られたルンゲンクリニークとなった。 この病院は、人肺科、胸部下科、放射線科、麻酔科の4つの専門部門からなる。この他に研究所を有している。2002年にドイツで最初の SARS 症例を報告して注目を集めた。当時あるハッティンゲン住民がウイルスに感染し、ルンゲンクリニックで治療を受けた。LWL クリニックヘーマーフレンスベルクチックには LWL クリニックヘーマーがある。 この病院は1980年代以末にハンスプリンツホールンクリニックと改名された。これはハンスプリンツホルンにちなんで命名されたものである。1914年にオクドルトムントがこの土地を購入し、鉱山労働者のためのフレンスペルト療養所を運営し始めた。ナチ党の権力掌握後、この建物は接取され、ベストファーレン南文房、療養所に転用された。 戦時中は、肺病患者に重点を置いた、ヘイマーの中屯地病院の一部となった。1950年に、奥が再び経営者となり、1964年に、ベスト・ファーレン・リッペ地方連合に売却した。これ以後この建物は、現在の名称の下、精神病院に転用された。管轄地域は、メルキッシャー郡の一部、エネペルール郡の一部及びハーゲンである。 現在この病院は多くの診療科を有している。精神療法、うつ病治療、精神科、アルコール依存症治療、老人精神医学である。この他にデイクリニックや緊急外来を有している。精神障害を有する者はベストファーレン住民連合でケアを受けることができる。軍事、ヘーマーは1956年から2007年までドイツ連邦軍の中東地であった。 最後の数年間、ブルッヒャー弊は、メルキシャー軍で、唯一の兵舎であり、総甲大隊1、衛星中隊2、自動車運転訓練センターが駐屯していた。この兵舎は、プロイセンのゲプハルト・レベレヒト・ブルッヒャー原水にちなんで命名された。2004年11月2日、当時の国防大臣、ペーター・シュトルックは、連邦軍改革に伴い平魔は駐屯地を完全に、 廃止すると発表した。二千七年一月二十三日、第二百三走行大隊がヘーマーを離れ、アウグストドルフに移転した。これにより、広さ二十八ヘクタールの内市街に隣接する弊社の敷地と、広さ三百四十六ヘクタールの円周地が空き地となった。この土地の一部で二千十年に、終停円白が開催された。他の一部には、安全保障、 災害防止技術センターなどが新たに設けられた。その他の公共施設マルタ救護サービスは、ノルトベストファーレン州の委託により、ダイリングホーフェン地区で難民や亡命者のための収容施設を運営している。マルテザーベトロイウングフランチスクスは500人の難民を収容できる。約50人の従業員がここで雇用されている。この施設には、 1993年に開園した幼稚園もある。この建物は以前はダイリング方編のイギリス兵舎であった。1930年代にヘイマーとそのアムトに属するいくつかの町村で最初の公共図書館が設けられた。1956年1月6日から私立図書館は地域で唯一の図書館として歩行者専用区域の かつての工場主の館に入居している。バリアフリーでないことから図書館の改造が議論されている。同じ場所にあった私立文書館は2009年に終庭園博の敷地内に移転した。ここにはアムトやヘイマー市の5000点以上の歴史資料や郷土史野の研究成果が収められている。ヘイマー福音主義協会の旧マルティンルターハウスには青年文化センター、 アムパルクが入居している。この施設は、市の文化、情報イベントのほか、かつての青年センター205の機能も引き継いでいる。学校ブルフェルト修礼。かつては、フリードリヒレオポルトベステイコールギムナジウムの校舎であった。2008、9年の学年では、8校の基礎家庭学校のうち5校が全日制である。ブラーベック修礼、フライイコールフォムイコールシュタイン修礼。 ベステシューレ、ディースターベークシューレ、イーメルターシューレ。全日課程を持たない他の3校は、ダイリングホーファーシューレ、エーゼタールシューレ、ブルフェルトシューレである。ヘーマーには、ウアベックに本家庭学校が1校ある。私立公園前の旧パルクシュトラーセ本家庭学校は、2011年、12年の学年に閉鎖された。この学校は2009年、10年から5年生を、 受け入れていなかった。その代わりにこの建物には新設されたヘーマー総合学校が入居している。市議会は、不経営のアンケートに基づきこれを決定した。最初の学生は2009年の学年の初めに入学した。本市唯一の実家学校は、ヘイマーの精神科医、ハンスプリンツホルンにちなんで名付けられており、パルクシュトラーセ本家庭学校や、 総合学校と同じ学校センターにあるパルクシュトラセ学校センターの隣にフリードリヒレオポルトベステイコールギムナジウムがある。公明の由来は19世紀の語学教授で最初の行為の学校教師である。この学校は1924年に設立され、1999年からバイリンガルコースが設けられた。ヘーマーでは1829年に 最初の高度教育のための私立学校が設立された。レーゲンス・ボーデン州レ・ヘーマーには合計4校の養護学校がある。ペスタロッチ州レでは最初の学生は学習に重点を置いて学んでいる。フェルゼンメア州レは体及び動作の発展に重点を置く LWL 養護学校である。ビルヘルム・ボッシュ州シュレはメルキシャー軍によって運営されており、 上道及び社会的発展に重点を置いている。2009年の復活祭から言語に重点を置く霊言防言修例が旧ブルヒア兵舎の建物内に設けられた。4つの教室で有害物質が検出されたため、軍当局は2010年6月9日に霊言防言修例を閉鎖した。この学校は改修されたが、1年後に結局新しい校舎に移転した。 1970年までヘイマーにはダイリングェンに駐留するカナダ人兵士の子供たちのためのシニアスクールがあった。撤退後この建物はイギリス人学校として利用された。ここには一時的にドイツ連邦共和国で最も小さなアメリカンスクールが入居したこともある。現在は市民大学がこのスペースを利用している。その他の教育機関ヘイマーはメンおよンび バルベとの市民大学連合である市民大学メンデンヘーマーバルベに属している。本市は6人からなる評議会に2人、12人からなる連合委員会に4人を派遣している。ヘーマーの市民大学事業所はヘーマー市立音楽学校と同様に1970年代半ばからオーバーヘーマーの旧役場にあった。現在は市民大学と 音楽学校は共にザウアーラントパルクの建物に入居している。ハーゲンのラーエルファルンハーゲンコレークはベスティーコールギムナジウム内で夜間ギムナジウムを運営している。ここでは専門大学資格も一般大学資格も得ることができる。ありがとうございます。